では、清美さんとのね、ライブが終わりました。速稼塾の久保でございます。これから私もね、寝るところでございます。ちょっと寝て、1時、2時ぐらいに目が覚めると思いますんで、そこからね、また日々の作業に入ろうと思いますけども、やっぱり霊魂の話、それが潜在意識、これは面白いですね。それからね、1時間でやっぱり収まりがつかないなというところでございます。このね、霊を扱う、精神を扱うっていうのは、私たちが持って生まれた体の中に、必ず備わっているものが精神の力なんですよね。で、精神を扱うことによって、肉体を縦横無尽に動かすこともできますし、いわゆるやる気ですよね。やる気がなければ何も始まらないところもあります。でも、やっぱり、丈夫な体でないと、なかなかやる気が出ないっていうところもありますので、肉体と精神を両方ともね、こういうふうに、互いに育み合っていかないと、やっぱ突破できないものが結構あるなというところですね。それから、霊や潜在意識に対しても、解釈は様々ございますんで、これだけが唯一の正解ですよっていうふうになかなか指し示せないところもあると思うんですよ。だからこそ、自分の精神や自分の肉体をお任せする方を、今日ね、いろいろと分かれるのかなと思いますし、まあそれは仕方がないことかなと思いますよね。皆さんどのようにお感じになったでしょうか。それではね、私の YouTube チャンネルは今制限を受けてますので、このサブチャンネルからお届けしてますけども、いつかね、また1週間後か、25日には復活してると思いますので、メインチャンネルの方でまたご一緒できればと思っております。それでは今夜はお疲れ様です。